かしてハートレスが増えたかな。レオンたちのところへ行ってみよう。マリン様の家だね。あ、クラウド。何してんの？俺は今度こそ決着をつける。俺の中の闇が具現化した存在とな。なんだか、クラウド自身が闇っぽいよね。だとしたら、そいつのせいだな。誰？セフィロス。見かけたら教えてくれ。うん。特徴は？長い銀髪、長い剣。わかった。じゃあな、クラウド。気をつけろ。あいつは、闇こそが正しいと思わせる力を持っている。何の話？何でもない。ふーん、巻き込みたくないんだ。またはぐれてどっか行っちゃわない？俺は、いや、たとえ遠くに行っても、ここに帰ってくる。本当に？あ。ほら、困った顔してる。うん、わかった。決着、つけてきて。え？どんなに遠くに行っても、あなたの中の光が見つかれば、きっと帰るべき場所に導いてくれるから。ね。そうだな。だから私はここで応援してるね、クラウド。ああ。大丈夫かな？大丈夫。クラウドの中の光を信じようよ。そうだね。君、再建委員会の人かな？レオンたちはどうしてるの？今は城の通用口の方だって。チャンス！ん？報告だ。キャリー？そりゃあリーダーよ。そうそう、マレフィン。気にするな。私たちは平和の使者。嘘っぽい。なんだと？わかった。もういい。ごめんなさい。
アンセムだ。それじゃあここがアンセムの部屋だね。王様は？おーい、あなたたち？人を探してるんだけど、髪の毛がツンツンの男、知らない？もっとよ。部屋を調べさせてね。邪魔しちゃったわね。問題ありません。よく来たな、レオン。